黒田龍忍者、三田村次郎右衛門。三田村次郎右衛門は福岡藩初代藩士の黒田長政に仕えた忍者。黒田龍でありながら甲賀の流れを汲むとされており、後藤又兵衛暗殺の任を受けた。長政の父黒田官兵衛は甲賀53家の和田これ政と親交が深かったので、和田氏が織田信長に滅ぼされた後、その家中の甲賀忍者を多数引き取ったと言われている。